慎吾十番勝負は、川口松太郎の小説。1957年から1959年に、かけて、朝日新聞に連載された。徳川吉宗の隠し子、青い慎吾と周囲の人間模様を描いた作品で、映画化、テレビドラマ化がたびたびなされた。映画版は東映で、1959年から1960年に、 かけて4作のシリーズが制作された。また、1961年から1963年に続編となる、新語20番勝負シリーズ。1964年に番外編の、新語番外勝負が制作された。主演は、大川橋蔵前作カラー、シネマスコープ。シリーズスタッフキャスト新語10番勝負新語10番勝負。 第2部新語10番勝負第3部新語10番勝負完結編シリーズスタッフキャスト新語20番勝負新語20番勝負,番勝負第2部新語20番勝負完結編スタッフキャスト1958年12月2日から1960年3月29日に日本テレビの火曜19時30分 -200 20の枠で放送全68回 日本電池の一社提供。スタッフ主題歌、新1十番勝負キャスト他タイトルは、ンゴ二十番勝負。1961年7月3日から12月25日に、フジテレビの月曜19時30分 -200 20の枠で放送。山崎証券の一社提供。 スタッフキャスト1966年10月3日から1967年6月26日に TBS のブラザー劇場の枠で放送。全39回。スタッフ主題歌、新語十番勝負キャスト、関西テレビ制作、富士テレビ系列で1970年4月5日の9月27日まで、白雪劇場の枠に放送。 小西酒造の一社提供だった。スタッフキャスト富士テレビ時代劇スペシャル枠で3回に分けて放送。サブタイトル出演者1990年1月3日テレビ朝日で新春時代劇スペシャルとして放送。放送時間は水曜18時20時54分。スタッフキャストありがとうございます。